井くん好きです。俺クズ派が好きだ。ごめんね、私やっぱり。何なんだ俺は。俺、なんでこんなに気になってんだ。この気持ちは、その、なんていうか、心配。そう、教師としてクズ派は人一倍手のかかる生徒だし。あ、いかん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 。ダメだ、頭冷やさないと。行こう、クラゲ。あ、うん、なんだい、いい若いもんが肩なんか落としちまって。グルダーニューシ、うん、森ちゃん、会社クビになっちゃったんだって。森一生の不覚、いつの間にか有給がマイナス10日に。まあ当然でしょうね。あの会社の超ミニの制服気に入ってたんですけどね。元気出しなよ、日本にはたくさん会社あるんだし、まだまだ森ちゃんの知らない制服があるよ。一緒に探そう。手伝ってくれるんですか。友達じゃん、こっちさ。付き合いきれないね。機械はいいよ、面倒なことがなくて。クズハさん、もうすぐ門限よ。すいません、ちょっとコンビニに。そう、気をつけてね。はい。
通は男の人を好きになるんだよね。クズハ？あのさ、何も心配することないか。あの子にとっちゃ本当の俺はただの変態で、教師の俺とは女同士だもんな。私にブラ男さんのことを嫌う資格なんてない。私の方が変だもん。藤尾、やっと追いついたわ。一人で先行ってしまうねんもん。あ、ごめん。まあしばらくはしゃあないな。フーコの顔まだまともに見られへんのやろ。別に。おはよう。フジオ、まったく強い女って辛いもんやな。元気だし、うちが不快なんかよりええ男見つけたる。さあ、恋愛占いでもしようか。めっちゃ当たる占い師いてるって、昨日尾崎らが盛り上がっとったわ。ったく、いい年した男が無職になったってのに、よく食えるね。新しい出発なんですよ、ウルさん。まさか犯罪者に転職なんてことはないだろうね。そんなことしませんよ。ねえ。というわけで、誘拐事件の多発など最近は大変物騒になってきていますので、学院としても生徒を守るための予防策を考えたいと思いますが。天和先生、聞いてるんですか？あ、はい。まったく、そういう油断が誘拐事件を引き起こすんですよ。すみません。ではこれから予防策の一環として私から案を述べたいと思います。はい、注目。最近誘拐事件が多いってみんなも知ってるでしょ。それで安全のために当分集団登下校することになったの。男性、うちら小学生とちゃうで。静かに。事件が起きてからじゃ遅いのよ。一応先生が地域ごとにグループ分けしたから、まずは A グループ、駅向こうね。青木、西灘、岩屋、それから深江。分かるまで待ってるから。俺、深江くんは自分の気持ちにあんなにまっすぐになれるんだ。で、 B グループは女子寮組ね。姫島、葛葉、梅田、それから春日の道。先生、もしかして私の気持ち。どうかしたんですの？元気ありませんわ。そんなことないよ。それにしてもたまらんな。まるで田舎の修学旅行やで。せっかく帰りに占い行こう思うとったのに。まあ不条。いいよ、私そういうの苦手だから。またまた。寄り道はよくありませんわよ。あんな、自分そういうガチガチなとこがあかんねん。規則は規則ですもの。あのね、不条ちゃん、聞いてほしいことあるんだけど。やっぱり何でもないや。こんなこと相談できないよ。きっと軽蔑されちゃう。どうしたらいいんだろう。さあ、いよいよゾロゾロと帰るで。先にいただいてますよ。あ、どうぞ。え、今日の晩ご飯これだけですか？
バイクの改造が乗ってきたんだっけ。あれ以上どう改造しようっていうんですかね。そんなことより最近いいステイフクの情報聞いたことありませんか。あ、また盗み取りですか。やんなん、森ちゃんの就職活動は制服とどういう関係があるんです。明日も頑張ろうね。はい、いいな、悩みがなくて。おはようございます。おはよう。あれ、クズハは休み？なんか学校来る前に寄るとこあるって早く出て行ってんけど。それじゃあ集団登校の意味ないじゃない。間に合うようには来るって言ってましたけど。じゃあ投稿したらすぐ私に教えて、心配だから。ねえ、クズハ来た？あ、そういやまだ。まだって、だって一限目終わったじゃない。先生、今寮に電話したんですけど、ウーコさん戻ってないって。おかしすぎるわ先生、まさか。大変だ大変だ、アキラ臨時ニュースだ。クズハウクが行方不明。どういうことだ。言った通りだよ、学校にもいないし寮にもいないそうだ。ひょっとして誘拐事件。おい、アキラ。何を騒いでるんです。授業ですよ。深江、姫島。青木たちに聞いたのね。俺、クズハを探すよ。待ちなさい、まだ誘拐と決まったわけじゃないでしょ。学院長から一応警察に連絡だけは入れてもらうことにしたから、あなたたちは校内にいなさい。先生が探しに行くわ。だったら俺も行く。私も。でもね、時間もったいないよ先生。本当に誘拐されたらどうするの。わかった、じゃあ手分けしましょう。ただし二人はバラバラにならないで。いいわね。はい。クズハ、まさかってことはないよな。怖がらなくていい。これはクズハがいつも持ってたもの。ハロー、駅前に女の跡ばっかりつけるワゴン車が止まってるんだって。もしかしてそいつが誘拐したの。深井、待ってよ。クズハ、ばあちゃん遅い。ばあちゃん、代理ってクラゲかく。そっか、お前だってただの犬鍋要員じゃないよな。これ匂い嗅いでみろ。よし、クズハ、クズハ、クズハ。どうした？あれ、そろそろ始めようか。
いやごちそうの森さん。いやあ、じゃあフーコは。ここだな。クズハ先生。なんだ君は。お前か、クズハをさらったのは。てめえ、ほら、あ、痛い痛い痛い、離せ。おとなしくしろ、この誘拐犯。ああ、クズハ、もう大丈夫だからね、貴様。うん、先生違います、その人占い師さんです。え、占い師。はい。じゃ、自分でここに来たわけ。そのちょっと相談事が。遅刻しないつもりだったんですけど、占い師さんがなかなか起きてくれなくて。ごめんなさい。なんだ、よかった。てっきり誘拐されたと思っちゃった。先生ほんとよかった。一体何なんだ。お、うん、お、火事。まずい、早く外へ。先生。良さそうな制服を物色してたなんてバカじゃないの。でも森ちゃん仕事なくなっちゃったし。当然よ。あれ、クラゲだ。もしかしてフコちゃんのこと知ってるのかも。先生、今度は私が先生を守ります。まさかあの中にフーコが。だって分かったんだもん、先生が女でも誰になんて思われても、先生に気持ち悪がられても、それでも私は先生が好き。クザー、クザー、危ないよ、消防車呼ばなきゃ。離せ、間に合わねえよ。無理だよ、落ち着いて。よっしゃ。
響先生もよかった。クズハの好きなやつって。間違いないよ。